諸葛ただは、中国三国時代の人物である、諸葛良の孫、諸葛仙の子とされる人物。真の長、諸葛ただ武功文集古事諸葛片が引く、雑記に以下の説話がある。263年、諸漢の滅亡に際して、劉禅のこの病劉順が義に降るのを拒み、積作、核欲、竜外らと共に南方に逃れた。そして、諸葛室を使者として、 南蛮、大竹氏に保護を求める。うは、母の宿友夫人と相談した上で一行を迎え入れ、龍淳らは南中の英将軍に引退した。三国志五主伝が引く、職期によれば、龍淳は271年に、龍禅が亡くなるとその後を継いでおり、龍禅らと共に、落葉に移っていたものと考えられる。また同じく後主伝では、洋王ではなく、信仰王に封じられている。 三国史諸葛領伝によれば、264年に諸葛系と諸葛剣たちが加藤に移住したとある。赤作、祝裕夫人、うは三国史をはじめとする聖誌類には見られない。また、三国史領外伝によれば、領外は263年以前に亡くなっている。諸葛ただし武功文集、諸葛編にはこの他にも、諸葛懐、諸葛家、 諸葛のぞむらに関する一文が引かれている。ありがとうございます。